州大学大橋キャンパス芸工祭どんたく隊です。こんにちは。こんにちは。皆さん今これは何をしている最中ですか？どんたくの準備をしてます。これの何がどんたくなのか。どんたく本番で麻袋を着て行進をするので、そのための麻袋を作っています。これを着て歩く。はい。なんでそんなことをこれはなんでこんなことしてるんだ。芸工祭の広報のためです。の企画の一つで火祭りという火矢倉を作って、その周りをこうやって麻袋を着て踊る。それと同じようにどんたくでも麻袋を着て行進します。空間美術を作る。音とか光とか映像とか、そういったものを組み合わせて作る美術作品を作ってます。前夜前夜はサークル一つでそのライブみたいなのを作り上げるんですけど、出演する人から音響とかあのライブハウスの計画みたいな感じを全部と一つの企画で作り上げるのが前夜っていうところです。CBA って言うんだけど、 CBA ファッションショーの枠を超えた、なんか演出から舞台、照明、映像、モデルも衣装も全部あの自分たちでやるっていう、ファッションエンターテイメントを自分たちで作り上げるっていうサークルです。学祭があと 2個あります。2個か3個か3個あります。いろいろあって、普段は別々のファッションショーとかライブとかなんかインスタレーションみたいなことをしてるんですけど、今回博多どんたくに出るにあたってやっぱりその芸工祭っていうのを宣伝したいってなって、そのために火祭りでみんな同じ麻袋を着て行進するっていう感じなので。何の担当の方ですか？芸工祭実行委員長です。はい。じゃあ芸工祭の一番トップトップです。麻袋も作られたんで今探してます。あ、もう完成してる。はい、こっちに向けて。バーン。芸工フェス2020今年の、はい、宣伝ですね。そうです。裏はなるほど宣伝です。分かりやすいっていうのは大事なんですよね。なんでちゃんとこのホームページのすぐ検索できるようにとか、この数字もまあ認識しやすいように数字を大きく書くとか、その細部へのこだわりっていうのがこのコメントなんですよね。実はこう見えて、あ、いやでも分かりやすかったです、はい、いやありがたいです。初の人とかいないですか？火祭りダンス初、抵抗ないですか？ありますよ。いつもなんか見る側で面白いと思って見てるんですけど、まさか自分がやる時が来るとは思ってなかったです。できそうですか？あ、ちゃんと火祭りの SNS の動画チェックして腕の角度とかちゃんと見たんでできそうです。そう、
とうございます。覚えてるかな。俺忘れてた。私も覚えてなかったかも。ちょっともう一回見直します。じゃあ向こう行きます。そうなりました。面白くできた。はい。おー、なるほど。出来栄えは満足です。今から本番ですけど、ちょっと緊張します。本番ですけど、はい、覚悟ですか。完璧にソイソイダンスを踊ります。頑張って。もはやなんかこの服装してたら自分ってバレないんじゃないかなっていうことで、結構ガッツリめに白塗りを使ったつもりです。ここ女子チームは何か同じグループ？ここは同じサークルです。頑張ります。ここは何チームでしょうか？未定権です。予定は未定の予定。ゲームを最近はどんなことをしてますか？アニメ作ってます。アニメを作って流す。はい、それの劇場も作ってます。芸校祭まであと半年ぐらいなんで、まあ、皆さん頑張って準備頑張っていきましょう。以上です。ありがとうございます。サイサイ。あら、いや想像以上に楽しくて、何が楽しかったっていうと、なんかお客さんがすごい楽しそうで、それにつられてずっとこう手振ってました。楽しかったです。なんか思ってた以上に、なんかこう手を振ってくれる人とかが多くて、楽しんでこうパレードのする側になった、ちゃんとなれました。
楽しかったです。去年よりもお客さんがめっちゃ多くて盛り上がりもすごかったなと思います。他の企画 と交流ができたのでいい感じでこれでみんなの結束が高まって、はい、よかったと思います。ありがとうございます。